はい、皆さん、こんばんは。こんばんは。小坂と、はい。畑です。よろしくお願いします。はい、これですね、金曜日ということで、はい。はい、前回の続きをやっていきたいんですよ。前回覚えてます？何してたか。まあ、なんか、根掘り葉掘りね。そうですね、根掘り葉掘り。今ですね、畑様に100の質問をしております。で、この100の質問が終わった時には、畑様のことをざっくばらんに知っていただけるかなっていう感じのやつをやっておるんですけれども、ですよ。はい。はい、前回ですね、ちょうど半分まで行きました。おお、すごいですね。半分。で、今回が、残り半分ということで、はい、はい。今日もまたですね、20分ぐらいの動画になりそうですけれども。皆さん楽しんでいただければなと思いますんで、よろしくお願いします。はい。はい、じゃあ、早速やっていきたいと思います。続き。はい、大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ好きな場所。自宅。おっと自宅。あ、でもいいですね、いいですね。もういちいち動かなくていいからいいですね。自宅、はい、いいですね。仲良くなれる友達のタイプって何かあります？仲良くなれる、こいつとやったら仲良くなれるっていう。まあ、あんまり踏み込んでこない人です。ああ、あんまり踏み込んでこない人。おお、なるほど。めっちゃ踏み込んでくるタイプはちょっと厳しいですか？そうですね。ああ、例えばどういう感じで踏み込まれてくるとまずいですか？はい。なんかありますか？なんか、そんなこととかいじってたら、はい、あ、何見てんのとか言って。ああ、それはちょっとね、それエロ画像やったら最高ですもんね。あれ、あ、そういうことじゃなくて。あ、そういうことかもしれない。あ、そういうことかもしれない。ありがとうございます。じゃあ、これはあるかな？よく行くパワースポット。よく行くパワースポットです、皆さん。ああ、はい。そうですね。はい、初詣は決まった神社に行ってます。おお、ちなみにどちらに？成田さん。おお、え、マジで？成田さんって東京の？いや。あ、びっくりした。近所の成田。あ、近所の、びっくりした。東京まで行くんかなと思います。すみません。近所の成田さん。近所の方ですね。はい、そうね、自宅じゃないですね、パワースポットは。自宅はさすがに何もパワーないです。あ自宅はパワーがない。なるほど。では、ストレス発散方法、何かありますか？カラオケとか。ああ、カラオケ、言うてましたもんね。よくて、よく行く日で週一でしたっけ。ああ、感じですよね。おお、カラオケです、皆さん。ストレス発散方法。じゃあ、好きなキャラクター何かありますか？もうざっくばらんですね、これ。好きなキャラクターとしか書いてないです。はい。はぁ、あ。はぁ、あ。はぁ、あ。プーさん。そうでもないです。プーさんとかムーミンとか。は、そうでもない。その質問でパッとそれは出てこないですか？ああ、その質問でパッとそれは出てこない。おぉ。トーマスとか。ああ、そうっすか。いや、どういうこと？どういう、そうっすか。何かありますか？パス、あ、そうそう、言い忘れてましたけど、あと、パス5回使えるんです、畑さんは。はい。はい、コードギアスっていう。おお、はいはい。ご存知ですか？知ってます、コードギアスね。片目が、あれでしょ。ブイーンってなるんですよ。片目がブイーンってなるんです。はい。ブイーンってなる人ですね。はい。あ、ルーシュ。はい、おお、ルーシュね。いいですね。ダークヒーローってやつですね。ほんま？ほんま？ダークヒーロー合ってる？合ってるんじゃん。合ってるよね。合ってるよね。ダウヒー。多分。ですよね。要スパロボに出てくるんでね。ああ、そう。そうそう。僕スパロボよくやるんで。はい。さあ、それはさておきです。好き。ごめんなさい。好きな絵文字って書いてる。絵文字？これあれでしょ。ピエンでしょ。この前やった。この前。ピエンです、ね。この前やったピエンでしょ。じゃあ僕がまたせーよって言うて、ピエンって言ってもらう。もういいですよ。散々やったらいいですよ。散々やったらすいません。わかりました。じゃあ、一番好きな時間。時間。何をしてる時がいいの時間が好きですかっていう話でしょうね、きっとね。ああ、はい。自分の部屋で、はい、コーヒー飲んでる時。ああ、なるほどね。コーヒーね。コーヒー。はい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 。じゃあ、自分の長所をお願いします。声ですかね。あ、声。ああ、ええ声ですもんね。そうですよね。そうなんですよ。ええ声ですもんね。ありがとう。いや、こちらこそありがとうございます。何やこれ。まあまあまあ、じゃあ自分の短所。体型ですかね。体型ですか。
いや、なんやこれ。体型らしいです。じゃあ、苦手なこと、もしくはもの、なんかあります？よく身体表現が苦手だと言われますね。ああ、身体表現ね。はい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 。おお。当たり障りのないところの身体表現。ああ、なるほどね。物とかあります？なんか苦手なもの、逆に。物？うん。物？あの、なんか虫が苦手ですとかそういうのあります？虫はいける？虫ね、昔はいけたんですけどね。おいや、食べとかそういうのなってます。ああ、分かってる分かってる。分かってるよ。分かってるよ。なかなか食べへん。うん、はい。なんかね、いつの間にか触りたくなくなってきましたよね。ああ、ほんまに？こう、なんか見ただけで、ヒエってなったりするの？まあ、まあそうです。ああ、そう。手をこう近づけたくはない。ない感じ。へえ。やっぱ結構出てくる、もし。まあ、田舎ですか。自宅周辺で。そうですね。何が一番出てくる？頻繁的な。バッタとか。バッタはそんな。バッタそんな出てけ。なんか嫌な、この細かい、うわーってなってるようなやつが。うん。出てきます。うわー、やべえ。やべえ。細かいうわーってなってるやつが出てくる。細かいのがうわーってなってる。マジか。じゃあ次。気持ちを切り替えて好きなスイーツお願いします。めっちゃ飛びましたね。そうや、はあ、めちゃめちゃ飛んだ。気持ちを切り替えて好きなスイーツ。あー、はい、ホイップクリームが乗ってるやつが好きです。あー、美味しいですね。ホイップクリームはマジうまい。わかる、ホイップクリームね。ほうほうほう。ホイップクリームそのまま無理。キュいけないことはないですけど、ほうほう、何かにつけたいですね。何かにつけたい。ああ、なるほどね。じゃあ、ショートケーキも好き。ああ、まあまあ、まあ。ああ、そうか。あれやろ。何かにつけたいっていうことは、その、野菜スティックとかにつけるんやろ。うまい。うまい。それは取り合わせというものが。ああ、やばい。やばい。なんか絶対いいもたれそうやね。そうっすね。まあ、なんかな。じゃあ、次。似ていると言われる動物。熊とかタヌキとかよく言われます。あ、知らないです。熊とかタヌキ、自分ではない。熊とかタヌキ、周りからよく言われてる。自身ではない。まあ、そうなんじゃないですかね。ああ、なるほどね。コンプレックスとかあります？熊とかタヌキとか言われてる。直結した。急に直結したね、これ。連結したから。あら、まあ、そうですか。それがコンプレックスって。だとしたらそんな言われへんやろ、それ。言われる？そんな言われないやろ。まあまあまあ。じゃあ次、コンプレックスからのチャームポイント。あれ、クマとかタヌキとか言われることですか？まあそうです。絶対違うやろ。まあ転じてチャームポイントです。転じちゃった。転じちゃいました。転じちゃいました。なるほどね。転じてチャームポイントもそう。次ね、次、まあ、そのチャームポイントから昔から変わってないところをお願いします。なんかありますか？昔から変わってない。朝起きれない。朝起きれない。ちなみに何やろ、この時間に例えば8時に起きようと思って目覚ましセットすると何時ぐらいからセットします？5時とかからですか？5時とかから10分おきでこう鳴らしていくとか、そういう感じですか？いや、マジでその時間に起きたいなら、はい、その10分前とか7時50分とか、うん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 、に鳴らして、で8時に起きるです。え、うちは結構起きれるやん。だって7時50分に鳴らして8時にすんで起きれるやん。8時になってもう一回鳴ったらすんで起きれるやん。まあ逆を言えば、それをしないと起きれないんです。ああ、なるほどね。そうか。別に8時に起きひんでええんやったら、もういつまでも寝ている。いつまでも寝ている。はい、あ、僕と一緒だね。さあ、次です。好きな柄。柄ってある？柄、ストライプとか水玉とか。あ、
なんか昔からね、なんか緑と黒の市松模様とか好きなんですけど。緑と黒の市松模様ほう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 。そうなの？いや、知らないですけど。ちょっとごめん、僕そのポケわからなかった、僕が。すいません。あの、無別の刃の。え？別の刃の。別の刃のやつ？ああ、わからんわ。そうか。滅の刃か。じゃあ皆さんは私知るかもしれないですね。はい、もう一回だけ言っときましょうか。次の柄は。緑と黒の市松模様ですね。以上です。はい、じゃあ次のファッション。あ、ユニクロバスです。ああ、安いもんね。はい、ね。んで、あれやもんね。あったかいもんね。はい。はい、ヒートテックとか来たのね。そうですね。はい。僕もこの前ヒートテック2枚重ねで奈良に行きましたよ。山の中へ、はあ。はい。めちゃめちゃ寒かったですよ。それでも。ヒートテックの上は？ないです。はあ、ヒートテックだけです。ヒートテックを着て、さらにヒートテックを着て行きました。それだけです。そうですか。はい。じゃあ、すいません。好きな髪型、何かあります？髪型？え、じゃあ、畑屋今さ、その、なんていうの？今その髪型やんか。今この髪型じゃなかったらどういう髪型にしたい？そうそうそう。ってなんかある？モヒカン。モヒカン？逆の方。いや、嫌ですけど。いや、嫌なんかない。なんかある？好きな髪型？なんかやってみたい髪型みたいな。僕はもうあれがいい。スーパーサイヤ人3みたいな。ああ、うん、スリーですか。スリーの、うん。あ、邪魔そうですか。邪魔っぽいけどな。どうですか。まあ、ツーぐらいにしておいたらいいんじゃないですか。ああ、派手やな。いや、逆に、うん、逆にスーパーサイヤ人ロゼとかにして。ああ、なるほどね。逆にね、あのピンク。ピンクにして。ああ、あれ、でも綺麗な色やもんね。スーンって受け止めてみたけど。そうっすね。せやろ。じゃあ、好きな味付け、調味料。醤油。醤油。醤油。あ、醤油がいいですか。まあ、安定です。安定ですね、醤油。あ、なるほど。じゃあ次、今の自分に一番必要なもの。何かありますか。必要なもの。醤油。醤油。何かあります。必要なの。うん。あ、お、任天堂スイッチ買ったんでゲームソフトが欲しい。ああ、今あれ桃鉄だけ。あら、桃鉄だけです。桃鉄やってる今。たまに。たまにずっと一人でやってるんで全然もう最近飽きてきたんですよ。おっと、一人でやってて飽きてきたんで誰か通信対戦とかできるんやったっけ。あれできますね。誰か通信対戦してあげてください。桃鉄です。イエーイ。なにそれ、イエーイ。はい、じゃあ次行きます。はい、好きなイベント。イベントですわ。イベントですわ。好きなイベント。イベント、イベントなんかありますか。皆さんなんか好きなイベントありますか。ああ、なるほどね。はい。正月。正月終わってもたからね。もう終わりましたね。なんでまた正月が好きなんですか。なんか、はい、なんか特別感がある。特別感がある。クリスマスとかそういうのは特別感がないですか。クリスマスってただの平日でしょ。出た出た出た。これ、クリスマスってただの平日でしょ。出た。そうやね。そうっす。せやね、せやね。確かに。か正月。正月っすね。なるほど。ちなみに正月何しました。っていう話はこの前したような気がする。しましたね。でも桃鉄やってるって。しましたね。って言うたよね。桃鉄です。はい、さあ、次行きます。標準的な起床時間、起きる時間。だいたいこの時間に起きますよ。この時間に起きて、この時間に寝ますよっていうのは何かありますか。次の質問がこの時間に寝ますよ。はい。何かあります。昼の12時過ぎ。に起きる平均は。おうおうおう、はい、寝るのは朝5時、6時。あれやね、あの、明石家さんまさんもそんな感じらしい。だし、そんな感じらしい。やらんで、やらんで、出してこんで。あの、無理くり引き出しあげんで。さあ、次行きましょう。
はい、朝起きて最初にすることなんかあります？朝起きたら、うん、冷蔵庫開けます。冷蔵庫開ける？なんか入ってるから。何なんですか？なんか入ってるから。いや、朝起きたらご飯でしょ。いや、ご飯ですけど。で、何か入ってるかな思って。もう昼ご飯ですけど。ああ、うんうん。もう昼ご飯もね。はいはいはい。あ、でも、あ、そうか。なるほどね。何かあるかな思って見るってことね。そうですね。うん、なるほど。じゃあ、寝る前に必ずすることをお願いします。象印の加湿器に水を入れます。ああ、はい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 。象印はやっぱあれすごい、加湿器。ブシャーって。そんな勢いよく出ないですか？あ、出ない出ない。なんか、なんていう、部屋中がなんか、スモークで見えへんみたいな。そんな。すげえ潤ったみたいな感じ。そんなしたら一瞬で水なくなりますか？うん、確かに。まあ、大体寝てる間ぐらいで使い切るぐらいの。ああ、勢いで。どうやっぱラクスとか加湿器つけてる方が、なんか潤う感じ違う？ついてないと、起きたら喉カラッカラになってるんですけど。おうおうおう。ついてたら大体平気です。おお、そうなんや。へえ。畑様の部屋は大体何畳ですか？ちなみに。昔は兄弟みんなに使ってたんで、相当まあ、一人の部屋としては多分広い。広いです。ああ、じゃあまあ、それをカバーできるほどの象印ってことだね。象印。おすすめです。おすすめらしいです。象印。はい。象印。おっと象印じゃなくなってきた。タイガ。うちのは象印です。ああ、はいはいはい。お湯沸かして、はい、水蒸気出してくれるやつがおすすめです。ああ、そうなんや。お湯を沸かして水蒸気出してくれるやつは、かなり喉が潤うらしいんで、皆さんもこの時期ぜひですね、試してみてください。はい。はい。じゃあ次。何やったんやろ、これ。まあ、とりあえず次いきます。はい。自分の冷めてるなって感じるとき。冷めてるなって感じる時です。自分がやっぱり最近クリスマスがただの平日に思えてる。引っ張ったね。まだ引っ張ってきたね。クリスマスはクリスマスはただの平日です。皆さん今日覚えて帰ってください。これをクリスマスはただの平日です。はい。さあ次いきます。好きな移動手段。なんか移動手段好きな移動手段。はあ、うん、はあ、はあ、なんか自転車は嫌やし。あ、自転車嫌。原付とかですか、ね、ああ、原付か。ああ、せやね。確かに小回り効くもんね、車よりね。そうですね。そうか。自分って怖いなと思うとき。はあ。はい。はあ。自分恐ろしいなと思うときなんかあります？はあ。ないっすか？そんな自分で思わなくないっすか？マジか。僕任天堂スイッチを、はい、くじ引きで当てたんですよ。そうなんですか。はい、くじ引きでなんか携帯電話を機種変しに行ったら、はあ、なんか偶然くじ引けて、くじ引いてくださいって言って、でくじ引いたら2等が当たった。2等ね、2等、はあ、でまあどうせなんかティッシュかなんか商品券ぐらいかな持ってたらスイッチ出てきて、すごいっすね。自分が怖いと思ったよね。あれあれ、運で1個思い出したんです。あ、思い出した。うん。なんか TRPG よくやってるって話をしたじゃないですか。うん、TRPG ね。はい。めっちゃ、要は、うん、そのゲームの中で、うん、まあサイコロを振るわけですよ。おう、ゲームの。その結果で、その行動が成功したかどうかとか。ああ、はい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 。決まるんですけど、うん、めっちゃそれが悪いんですよね。悪い？いい方に傾くんやったら分かるけど、悪い方に傾く。もう初詣でも良くなりますようにってお願いしたんですけど。おう、どうやった？